にさがじゃキヨキヨです。はい、ということで皆さん、アップデート後クラロはいかがお過ごしでしょうか。僕ね、先日みかん坊やさんが僕の家に一泊したんですよね。その時に結構夜な夜なクラロはずっとしてたんですけども、僕ねみかん坊やさんがずっと練習をしてただっけ。こちらでございます。僕ずっと見てたんですけど、みかんさんうますぎ、もう本当にうまい。あの人はね、もう何なんでしょう、なんなのあのさ、これ思考回路を知りたいですよね。そのプレイ中のさ、意気込みじゃないけどさ、何を考えてんのか知りたいみたいな。東大生いつも何考えてんのみたいな、そういう感じだよね。で、東大生ってまあ基本さ、まあそんなんかのもう演習率 3.14 なんちゃらかんちゃらめって感じでしょ？偏見かもしれないけども、まあまあ、めちゃめちゃさ、その僕らじゃ考えつかないようなこと考えてると思うんですけど、このデッキが、もうやばいと。なぜならば、ハンターが情報修正されて、さらに、ランバージャックも情報修正されると。まあ、いわゆる情報修正デッキ。僕さ、てか、情報修正って最初聞いたとき、何？みたいな。何なんか強くなるでええやんって思ったわけですよね。まあ、ただ僕も格好つけて情報修正っていうところでね、送りさせていただきたいと思うんですけど、これ穴ぽいなんですよ、基本は。で、ハンターでカウンターしていって、まあ、ランバージャックが強いって言ってました。もうランバージャックが、とりあえず出しときゃ最強って言ってたんで、まあ、みかんさんね、出すだけです。っていう風にね、おっしゃってたんで、僕も出すだけで今日やっていきたいと思います。今日はこちら、グランドチャレンジでいこうかなと思います。ちなみに、僕のトロフィー数5342でございます。昨日の動画から一戦もしておりません、マルチ。フレンドバトルとかしてるんですけど、マルチ行くとか怖すぎて、ちょっとね、マルチ恐怖症になってるんでね、今日こちらでグラチャグでいきたいと思います。いや、ちょっとね、今多分ね、顔がね、ちょっと死んでんのかな。顔が死んでるとかさ、ね、気軽に言う言葉じゃないですけど、これマジで、最近ね、嬉しいことに、忙しくさせてもらってるんですよ、ほんとに。いや、忙しいアピールとかじゃないですよ。いや、ほんとにね、いろんな企画動画撮ったりとか、いろんなちょっと編集とかさせてもらってて、ちょっとね、ね。動画休もうかなって思っちゃう日もあるんですけど、いやいやいやと。休んだら、そう、頑張ってる意味ないやんと。ね、編集とか撮影とか、なんで頑張るかって言ったら、もっとね、そう、YouTuber として成長できるように頑張るってことなんで、それで日々の動画更新、それ、やめちゃった、そう、意味ないでしょってことでね。頑張ります。よっしゃ、じゃあ一回下げんどいていいですか。じゃー、よし、オッケー。なんだ今の。それでは、いきたいと思います。さあ、ということで、いきたいと思います。よろしく。さあ、相手もレベル9でございます。いや、もうほんとね、ちょっとね、もう皆さんね、うすうすお気づきかと思うんですけど、キヨキヨジャイアントデッキしか使えない説みたいなのがね、ちょっと浮上してるわけですよ、あの巷では。おお、マジか。なので、ちょっとディガーデッキっていう、ちょっと斬新かつ巧妙なデッキは、ちょっとあんま使いづらいかもしれませんが、さあ一気にこの、マジでやばくない、このちょっと穴っぽい仕掛けていきましょう。このさ、範囲攻撃の汎用性マジやばいんですけど、てかめっちゃ流行ってますね、流行ってますね。やっぱりメガナイトがね、よろしくと。これマジで強いと思う、本当にハンターの防衛力マジでやばい。ただメガナイトみたいな、ちょっと攻撃力高い系はちょっと若干落ちないんで、ちょっとランバージャックで受けていきますと。よしよしよし。で、ランバージャックで受けつつ、アイスピで若干止める、若干止めて嫌がらせ、そしてハンターで嫌がらせと。この嫌がらせがマジでね、ほら本当にやばいぞ、これ大丈夫か、これハンターみんな使わない？みんな使う説ありますけど。さあ、おっとさあ、ハンターが、頑張れドン、あー、ちょっと残った。まあ、ちょっと残るぐらいがちょうどいい、よろしくと。このエレビズちゃん、ちゃんとこれ守るかな。これちゃんと守るくん、バウンド。まあ、縦線のさ、このアンパイに守れる感じやばいっすよね。その、先打ちローリングウッドとか、ザップを一切気にせずこう立ち回れるっていう、この、神会、よろしくと。ちょっと防衛から入りたいが、防衛から入って、穴ポイでどんどん削っていくっていうのがいいかな。もっとポイズン打った方がいいのかな。うわっ、待って、マジ。ちょ、ランバージャックちゃん頑張って、そう、ランバージャックちゃんに頑張ってもらって、これランバージャック無視するとこれ大変なことなんですよ、マジで。さあ、メガナイト出していった。さあ、これちょっと先打ちローリングと。さあ、これは生かした。お、なんも来ないな。さあ、僕あるある。キヨキヨあるある。先打ちローリングとしても何も来ないっていうね。おっ、左、おー、やばい、ハンターの範囲攻撃がちょっとこれ。破壊、いや、ちょ、何しろ、なんだこのアイスゴーレム。このアイスゴーレムなんだ、ちょっと一回無視、よしよし。ちょ、一旦これ嫌がらせ出しておきましょうか。まあ、この世界嫌がらせみたいなもんですからさ、ちょっとこれお辛いんで、止めたい。ゼカヒでも止めたい。
ちょっと辛い。まあ。まあ、右落とされても、まあ、ちょっといいぐらいのメンタリズムで、メンタリスト、大悟さん、僕、マジで大好き。マジで大好きなんですよ。メンタリスト、大悟さんの、あの、なんか、危ねえ、ちょっと待って。これもう、ここで、相手、エリクサー一気に使っちゃったんで、ここでもう、守れなくても、一気に奇襲かけてきます。2クラウンで勝つのが、わい。よし。よし、先打ち。さあ、来た！さあ、さあ、待って、先打ちローリングって意味ないけど、いいんじゃない、マジ、これ。オッケー。レイジハンターやばい、さあ、ここで落ち着け。ここで落ち着いていけば勝てるぞ。皆さん。ちょっと、ここで焦る。いや、あのね、落ち着けっていうやつ、一番落ち着いてない説ありますからね。さあ、ちょっと待って、これはきついぞ。若干きついぞ。大丈夫か、これ。僕ら大丈夫。さあ、右が結構入ってる。ローリングウッドで結構削っていきましょうか。削っていきつつ、ディガーポイズンで削っていきたい。よし。頑張った。さあ、ディガーポイズンで出していく。さあ、これ待って、相手これ捨ててきたんじゃない？さあ、ここは、大丈夫か、ワイ。ワイ、大丈夫か？残り400。大丈夫か、ワイ。頑張って、ハンターちゃん、頑張って。よくやった。本当によくやった。さあ、ちょっと先打ち。うわ、ハンターの防衛。よし。ボイズ撃て。待って、守るぞ。ホグ、絶対ホグ来るから。あ、来た。よし、待って。片足ハンターから。いやー、これですよ、これ。ちょっと待って、今さ、素でイエーイって出たよね。ね、今、サンシャイン、キヨキヨがさ、ちょっと、台頭してきた時代に、もう、素でイエーイって言っちゃった。それもうアウトだから。ね、もう完全なパクリになっちゃうから、さ、危ない。いや、これ、ハンターの防衛力がマジやばい。ちょっとね、ぜひとも皆さん、ハンター持ってる人使ってみてほしいです、ほんとに。それでは、もう一試合来たと思います。さあ、やってまいりました。よろしく。次のハンターの餌食になるのは誰だ？よろしく、お願いいたします。さて、一回よろしく。待って、この手札どうすりゃいい？この手札ちょっとさ、ミカンさん教えて。この手札は何も来ないんで1億円と。僕ね、ミカンさんから教えてもらったんですけど、相手が何も出さないとき、スタンプ出すとマジで出した。え、僕マジでミカンさんから、一昨日ぐらいに、こう見合ったときは、スタンプ押すと、まあ、大体相手なんだこいつって思って出してくるんですよって言ってたんですよ、マジで。マジで出しちゃって、この人。さあ、井の中の蛙、大会を知らず。意味が違う。ありがとうございます。さて。これは、これ、ランバージャック、これ。ちょっとなんかもう、無意味に奇襲かけていきたい。これはちょっとね、僕も、ええー、ああ、なるほどね。びっくりした。入ってくるのかと。え、結構入るけ。ディガーカツカツが入るよ。ほら、ディガーカツカツがなかなかいい感じ。ちょ、いい感じ。よいしょ。さあ、これはなかなかいい感じで防衛できるんじゃないですか。アイゴレでターゲット取っていって。で、うひゃー、やめて、そういうのはやめて。ちょ、ハンター出したよ、もう怒ったから。僕怒ったから。ドーン、やばい、このマジドーンがやべえ。このドーンがマジで止められん気します、僕。さあ、ちょっと一旦、ディガーでちょっとこう守っていきますがさ、ちょっとここは、このね、このアイスピがね、地味に厄介なんで、アイスピをローリングと削っていけ。ディガーもさ、結構強いな。てか僕ね、ミカンさんのね、見てたんですよ。ミカンさんマルチをマルチグラチャレか。グラチャレこれでずっと言ってて、かっけえなーって思って見てたんで、ちょっと使い方分かっちゃう説ありますよ。ちょっと左削っていくのはちょっと怖いんで、でもなんか相手なんか混ぜてきそうっすよね。このファルチェになんか、なんかしらドヤ顔で混ぜてくる気しない。お、来た。ハンターの餌食。さっきと同じパターン。同じパターンは食わず俺。さあ、え、待って、ま、マジ。嘘、待って、空攻撃できんだけど。空攻撃できねえ。ちょっと待って、これどうしよう。空攻撃マジできねえ。おっとつってる。こいつ、こやつ、ちょっと、待って、これちょっと一回、こういうのは、まあ、許容範囲、全然許容範囲、マジで。マジ許容範囲。そういう、グッドゲーム言うてる。待って、これね、もう今僕怒った。さすがに怒った。ちょっと待って、バルーンそっから出すのはちょっとさ、なんかこう、舐め分まであるんじゃないのさ。うわー、入ってめっちゃ防衛してくる。多分ここ縦線でしょ？縦線バイバイ。はい、縦線バイバイと。よしよしよし。
おし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 クラロマジュね、やればやるほど奥が深いっすね。はい、ということで皆さんぜひともですねこのデッキ使ってみてください。ディガーって結構こう速攻性がある感じじゃないですか。相手のカウンターを狙っていくみたいな感じで、ちょっとそう、まあ、上級者向けのデッキになるのかなとか思うんですけれども、ぜひともね使ってみるとやっぱこうハンターの攻撃力が強いんで結構楽しいっすね。皆さん使ってみてください。まだチャンネル登録お済みでない方、私もこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますとね、生放送だったりとか最新の動画の通知が出て見やすくなるかと思いますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちです。そしてこちらおすすめ動画2個ありますんでね、まだ見てない方ぜひとも見てください。ということでご視聴ありがとうございました。